皆さんこんばんは。こともりみーの顔語り部屋へようこそ。このコンテンツでは私こともりが描いた絵について感想学を用いながら印象を述べていきます。記憶している特徴をそのまま描きます。なので記憶してない部分は省略いたします。よろしくお願いいたします。それでは記念すべき第1回目のテーマとなるお顔は相葉雅紀さんです。左はですね、私の原画になるんですが、ちょっと鉛筆臭くて線に集中できないので、右側の蛍光灯加工した画像の方を使っていきたいと思います。目次です。一つ目、お楽しみです。二つ目、目。三つ目、口。四つ目、眉。五つ目、例えるならば。この5項目でお話ししていきたいと思います。それでは、相葉雅紀さんで最も印象的なのはどこでしょうか？それは、声です。ちょっとここで声の通り道を確認してみましょう。左の人体図をご覧ください。この首のあたりにですね、人間は気管と食道の2つ管がありますが、声の通り道はこの黄色いラインの方になります。この口腔か声帯、ここが楕円なんじゃないかなっていうふうに思っております。断面の形状がですね、人よりもきつめの楕円なのではないかなと音からそう感じました。では次行きましょう。相葉さんの顔で特徴的なのは、目です。目玉が、この目玉がですね、黒目がちでございます。目玉は黒目と白目の部分がありますが、黒の比率が圧倒的に多いと思っております。この絵では完全に真っ黒にしてしまうと、ちょっと宇宙人っぽくなっちゃったり、爬虫類っぽくなっちゃったりして良くないので、無理に白を入れたんですけども、私の頭の中で思い出す相葉さんのお顔は、目は真っ黒でございます。はい。では、こういう黒目がちな人はどんな性質なのか見ていきましょう。黒目がちってどんな人？感情表現豊かで愛情深い人。感じたものをアウトプットする能力が高い。他人の出来事を自分のことのように喜んだり悲しんだりできる情の深い人間。相手の気持ちを汲み取る共感能力が高い。人のために何かをしたい。いや、するんだ。直情的で嘘がつけない人間。そんな風に言われています。では次に行きましょう。次に特徴的な場所。それは、口です。この口角が、端っこですね。ここが、下がってる。というよりも、下げる癖がある感じがしています。なので、口のこのラインをへの字にすることはそこそこに、この端っこの線をピュッピュッと入れることを最も大切にしました。この線を入れる入れないで、相葉さんらしさが出るか出ないかが決まると言っても過言ではないと思います。ただ、喋るときにグイッでここに力が入る感じなので、本来であればこの真顔の時に線が入るのは正しくないんですが、やっぱり記憶に焼き付いている相葉さんはここにキュッと線が入る表情だったので入れさせていただきました。もともと口の造形がへの字な人っていうのは、織田裕二さんとか大久保佳代子さんがそうだなって思うんですけれども、相葉さんの場合はそのタイプではないです。造形がへの字なわけではなくて、話す時に口角に力が入ってへの字になるっていうようなタイプだと思ってます。同じようなタイプで他の有名人の方で言うと、橋本環奈さんも割とそうだなっていうふうに思います。造形ではなくて仕草、癖として、口角が下がるっていう特徴があるなっていうふうに思ってます。ではこういう口角が下がっている人ってどんな人なのか見てみましょう。
口角が下がってる人ってどんな人？完璧主義者でツンデレです。負けず嫌いでプライドが高い。現状になかなか満足できない。ポジティブなことをそのまま言うのは恥ずかしい。気難しそうに見られるが、意外と一人でいるときは映画を見て泣いたり、動物に話しかけたりする。なんだか素直じゃない、ちょっと可愛らしいところのある方ですね。では次に行きましょう。次に特徴的な場所、それは眉です。眉間が、いや、というよりも眉根の毛羽立ちです。これがとっても気になります。もう相葉さんの眉毛はこの毛羽立ちさえ抑えていれば、長さや傾きは適当でもいいんじゃないかなっていうぐらい、この眉根がケバ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 ってなっているのがすごい肝だと思います。ではこのケバ立つ眉毛、どんな意味を持っているのか見てみましょう。ケバ立つ眉根、火山火ってどんな層？頭の良さは保証付き、ただし家庭を大切に。頭の回転が速く、将来を嘱望される、運をつかめる。しかし家庭には恵まれない傾向が。仕事に没頭するあまり夫婦生活がおろそかに。それでいながら相手の浮気に気づこうものなら二度と口を聞かないという潔癖ぶり、というようなね、説がありますが、ちょっと引っ張ってきた文献が何でもかんでも気にしめに書いてあるものだったので、話半分で捉えておけばよいかなと思います。それでは最後、全体のイメージについてです。このお顔、例えるならば、皆さんも一緒に考えてみてください。稲穂です。どうでしょうか？色で言うと、草色、黄金色、これがすごく浮かんできます。ちょっと画像に色をつけてみましょう。黄金色で、草色で、にしてみてですね、はい、この2色がチェックになっている柄が相葉さんのお顔とセットですごく出てきます。何かこういうシャツでも着ていたことがあるんでしょうか。それに引っ張られているのかもしれません。分類としてはイネ属イネ科になります。ここでちょっとこのイナホという植物の性質をご紹介したいと思います。若い緑の稲はまっすぐ天に向かって成長し、やがて実をつけ稲穂になります。稲穂の実が成熟すると、その重みで自然と頭の部分が垂れ下がり、美しい黄金色になります。雨にも負けず、風にも負けず、寒い日も暑い日も乗り越えなければ、ずっしりとした豊かな実はつきません。反対に、試練を乗り越えていない稲穂は、実がスカスカで軽く、頭の部分が垂れることはありません。こういう性質を持っている植物でございます。唐突ですが、ここで一つ、稲穂にまつわることわざをご紹介したいと思います。実るほど、頭を垂れる稲穂かな。これは立派な人ほど謙虚な姿勢であるという例えのことわざでございました。この謙虚さがなんとなく透けて見えたんでしょうかね。わかりません。では最後、相葉雅紀さんの特徴をまとめていきます。一つ目、声です。口腔か声門が楕円かなっていう気がします。特徴二つ目、目です。目玉が黒目がち。これは感情表現豊かで愛情深いという性質があります。特徴3つ目、口。口角が下がる。これは完璧主義でツンデレの表れと言われています。特徴4つ目です。眉根が毛羽立っている。これは乾燥学上、画賛美といって、頭の回転は二重丸。ただし、家庭を大切にというような層になります。そして彼を例えるならば、それは稲穂です。実るほど、頭を垂れる稲穂かな。人格者でありながら謙虚。はい。
これらが私琴森が相葉雅紀さんのお顔から感じた印象でございました。では最後の最後、絵と文字を組み合わせて今回のテーマを締めくくりたいと思います。まず感情表現豊か、愛情深い、完璧主義者でツンデレ、人格者でありながら謙虚、頭の回転は二重丸、ただし家庭を大切に。いかがでしたでしょうか。私の抱くイメージは皆様のイメージと近かったでしょうか。今日は私琴森の拙い顔語りにお付き合いいただきありがとうございました。